こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田ひろみです。イルカの時間です。いいです ね、 ね、まあね、本当に毎日毎日なんか今年もいよいよとかいう話になるんだけどさ。そうだね、まあ、昨日面白かったよ。昨日ちょっとの新機構 の、うん、あの中川会長のセミナーにちょっと行ってきたんだけど、うん、これ聞いてますって、ね、声をくださった方がいて、そう、うん、いや本当に面白いですね。そのなんか臨場感っていうの、うん、なんかその生活感っていうか臨場感というか、うん、現場感っていうか、うん、それがすごくいいって、なんか前私たちが宝くじの話をしてた会がすごく面白かった、うん、あ、そう、なんか、まあ、あなたはほらあの宝くじなんて言うし、私は買わなきゃ当たらないんだよ、買わなきゃ当たらないんだよって、そんな話したはずなんだよ。そうだね、うんうん、まあ台本なしだからさ。そうだよね。な、うん、でも私たちにしたら当たり前だけど、うん、台本なしで10分喋るってどうなんだろう、うん、結構稀有なことなんだろうか。まあ世の中あんまり夫婦の会話ないみたいだよ話聞いてるとさ。あ、そう、あんまりないみたいよ、うん、あ、そう、うん、毎日10分なんて大変なことだっていう人もいるね。あの飯風呂寝るみたいな、うん、その3つの単語でおしまいみたいなそういう、うん、なんだろう、化石のような人がまだいるということ。でもさ、こうやってね10分使えないやったら朝でしょ、今日平日の朝だよ、うんうんうん、なあ、うんうん、そのさ朝にさ、うん、そんな10分間喋ってる暇なんかないよみんな。今日お仕事休みなんですかってやつね、うんうん、そうそうそう、よく言われたよね。そう、うん、いつだったら南浦和に住んでる頃かな、うん、私が仕事に行っていて、まだあの頃は川越だよ。じゃあ、うん、違うって、南浦和だって。あ、そう、私がほらまだ新機構、当時まだ新発新クリニックって言った時、うん、池袋に出勤するのに、うん、であなたはうちで本を書いてるじゃん、うん、でサントルビラージュの時だよ、うん、こうさ下降りてって、あなたはほら新聞を買いに行くために一緒に私と駅まで行き、ああ2人でこう出てきて、そのマンションのオーナーがさだまめな人でお掃除とかしてさ、おはようございますって言ったら、いつもあなたに、うん、あ、今日お休みですかってそうだったっけ、覚えてない。覚えてないけど、なんかだからさ、うん、いや川上の頃はさ、うん、まあ、団地だったからな、うん、だから何してるんだろうと思われたよな。あ、なあ、うろうろ団地内うろうろしたから俺、うん、キコちゃんちのお父さんはいつもうちにいる、何をしているんだろうと、何をしてる人なんだろうっていうのがまず一つあったよね。で、学校の行事は必ず行くし、なあ、子供と昼間遊んでるし、そうだね、そうだね、何してるんだろうってなったし、うんうん、そうだったな、うん、あと南浦和の時はそうだったよ、うん、なんか私は逆に気の毒だったらとか、いつもこう降りてったら、うん、マンションのオーナーに、うん、あんた知ってるでしょって言いたくなるんだけど今日お休みですか、うん、ってそうだよね、ラフな格好だね、では駅まで、うん、スポーツも買いに行くわけ。そうだったな、そういう。私はこう出勤だったからさ、うん、一応出勤っぽい格好で、あの子はラフな格好で、うん、でもさ、まあこれ慣れだね、うん、ずっとそうしてるからさ、うん、もう今はもう当然ね、うん、当たり前になってて、うん、何の自分にと自分では違和感は何もないわけよ、うんうんうん、全然な、うん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 、まあさすがに昼間からビール飲むことはなくなったけどな喧嘩の元だったよね昔ね、うん、うん、慣れなんだけどさ、うん、だけどさ、まあね、慣れっていうのはまあすごくいいことでもあり、同時に怖いことでもあるからな、うんうん、慣れってやっぱ自分はこんなもんだと思ってしまうとこあるからさ、うん、それはあるかもしれないね、うん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 、だからちょっとね、うん、違うこともやった方がいいと思う、自分が、うん、例えばそんなことと思うようなことをね、うん、うん、もちろんその犯罪につながることはダメよ、うんうんうん、ね、うん、そうじゃなくてさ、うん、どんなことがあるかな、どんなことがあるかね、例えば私がすごいバッチリ化粧して、うん、もう美容室に行って、なんかすごいこう綺麗にして、もう高いハイヒールを履いて、それはそうだな、さっそうと歩くっていうのは、それもありかもしれんな。うん、それにちょっと普段化粧しない人は化粧してみるとか、なんか化粧って化けるって書くんだから、うん、うん、そうそうそう、だからでも逆に化粧しバッチリしてる人がすっぴんで歩いてみるとかね、うん、そういうのはさ、うんうん、そういうこうちょっとした冒険って面白いと思うんだよ、うん、冒険ね、うん、そうで、なかなかできないよ、普段やらないことをやるっていうのは、そうだよね、うん、でやっぱりさ、例えばこうしなきゃいけないとかこうしちゃいけないっていうのはさ、うんうん、結構まあ刷り込みであるわけよ、な、うんうん、親から言われてきた、ずっと言われてきたからというのがあるわけよ、うん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 、だからそれをさ、うん、外すためにもね、そう、うんうんうん、たまにちょっと無駄遣いしてみるとかさ、うん、ね、私は無駄遣いいつもしてるんだったらもう仙人のようなこうそういう生活をするとか、そう、逆にさ、あなたの場合は、うん、ね、小さな節約、大きな無駄遣いっていうのがあるじゃん。失礼だよね。だからその逆でさ、
個室だよね。なあ、一回大きな節約してみるとかさ。大きな節約って何よ。そうそう、うん、だからね、あの基本にもさ、うん、あの今基本はちょっと勉強で先生にこうね、うん、葉っぱかけられてるじゃん。そうだね。なあ、でもあいつは勉強なんかしたことないんだから、ずっと。それもすごいよね、うん、で高校入ってからね、勉強というようなするものだって知ったんだよね。お父さん勉強の仕方教えてくれるって言って行ってきたんだからね。うん、うん、で、まあ、葉っぱかけられて、まあ少しずつやってるよ、うん、ね、うん、でさ、まあ、試験がまた年末にあるっていうわけでさ、うんうん、その時さ、そう、その時にあいつは週刊誌でいつもテレビ見てる、うんうん、ね、あスマホいじってるしさ、うん、こたつに入ってるし、そう、でな、そういうながらでやってるからさ、うん、ね、だからあと試験までまあ1週間とか10日だからさ、うん、ね、それぐらいちょっとテレビ見るのをやめてみてもいいんじゃないかって、うんうんうん、これを例えばさ、うん、1年間やめろとかさ、まあ、1ヶ月でも1ヶ月やめろとかさ、うんうん、それはきついけどさ、1週間ならできるかもしれないなって話をこう受けたらさ、うん、あんま見なくなったんです、うん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 、だからやっぱりちょっと普段と違うことをやるっていうのはさ、うん、大事なんだ、うんうんうん、ずっと当たり前にやってることをやめてみるとか、うんうん、当たり前のようにやらないことをやってみるとか、うん、じゃあ例えばそのさ、よくあの西本先生、あの今週末あるけど、うん、例えばあの3日間だけ断食をするとかっていうのも、うん、その3日間だけその非日常に持っていくって、そういう意図があるわけです、うん、いいと思うな、それもそれでしょ、それもそれでもあると思うね、普段普通の生活してるけれども、うん、その3日間だけはやってみる、そこで何か気づきが得られるか、そうそうそう、何か体に変化があるかとか、ね、何かどう変わるかみたいな、そういう意味、そうだよ、そうそう、だからとにかくそうだね、あの短期間でいいのよ、うん、そのストレスにならない程度に5分みたいなそれちょっとひどすぎるよね、うん、そういうことか、そうだと思うね、俺はね、うん、そういうのもね面白いと思うんだよね、だから、うん、その要するになんかパターン化されてるからさ、全てが。なうん、でもそれがある意味潜在意識なわけでしょ、例えば朝起きたらこう例えば歯を磨くとかさ、そうそう、うん、あのこう意識しないで、うん、次は何をする、うん、どうする、顔を洗う、うん、歯を磨く、うん、新聞読む、どうする、うん、じゃなくても朝起きたら自然とおはようって言ってこう新聞取りに行ってコーヒーを飲みながら見て、うん、それをね、壊す、それを壊す、ね、例えば几帳面というかさ、綺麗好きの人は、うん、よし今日は一日トイレ行っても手洗わないとかさ、あすごいこと言ってね、ね、うん、必ず家帰ってくるとうがいする人はさ、うん、もう今日うがいしないとかさ、うん、なんか緊張にいったら何なんか例えば私なんかさ朝新聞好きじゃん、うんうん、新聞を読まないとなんかこう、うん、一瞬なんかやっぱ気持ち悪いんだよ、うん、でもすごく忙しい、すごく朝早い時とかあるじゃん、うんうん、朝何時までに行かなくちゃいけないとかさ、うん、そういう時はもう仕方がないからここだけ読んで行こうみたいにさ、うんね、自分に折り合いつけるわけよ、うん、そうそう、運勢欄だけを見て行こうとかさ、うんうんうん、でもさ、まあ、ずっとやるわけじゃないから、例えばずっと新聞読むなってわけじゃないんだから、もちろん ね一回今日だけやめてみようかなとかさ、はあ、うん、はあ、そういうことじゃないの、うん、その理由かけるわけだ、うん、そう、だからそれを面白いと思うよ、だからあとはさ、うん、例えばどっか行くにも必ず道順決めていくじゃん、うん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 、なあ、たまにはさ、なんか全然こっち行ったらどうなるんだろうっていうところで走ってみる、嫌だ嫌だだってさ、うんうん、道狭いもん、ここなんかプロ工事に入ったら嫌だもん、まあね、それはあるけどさ、うんうん、でもさ、抜けた時のね、うん、あ、こんなとこ出るんだこの道はって、この発見、この喜び、あ、うん、そう、うん、俺それ好きなんだよね、私は嫌だ、うん、あれこっち行ってみようかなと思うわけど、ふっと思って思わない、ずっと行くわけよ、ずっと思わない、例えばさ、この先渋滞です、うん、迂回ルートを作りますかって言われたら、うん、いや、このままで行くみたいな、うん、そうだね、だからさ、物事でさ、まあ、ルーティン化っていうのが流行ってるけどさ、うん、ルーティン化すると非常に合理的なんだよね、うん、合理的なんだと思う、うん、だけども、うんうん、なんか面白みがなかったりするなって俺は思う、それはやっぱり、ね、創作活動に携わるものとして常に新しいものをという、その本能的なものじゃないの、うん、っていうか、まあね、ハプニングが好きなんで、その、まあ、行き当たりばったりで生きていくことがなんか自分の醍醐味だしね、そういうのがあるから、ね、あ、うん、だからそうやってとこなんかね、うん、日常的なことから非日常にポッと本当にわずかな時間でいいから、うん、入ってみるっていうのはね、うん、大事だよ、うんうん、いやでもね、私嫌だとかってこうやって言うけど、でも実は、ね、大きなところで行き当たりばったりなのも、うん、あなたより私の方かもしれない、うんうん、そうだね、あなたの方がスケールスケール機関、あなたの方が度胸あるからな、いやだからそのほらスケールの話は昨日のあれ一昨日か、あれ、あの駅の階段からさ、
私これじゃ あれさもう私には何だか分かんないわけ。そう目立つんだよあんた。いやもう気泡と二人で待ってたらさ、うん、ねあなたがもう駅の階段ふっと姿現した瞬間に、うん、遠くだよすごいすごい遠くねえ、うん、でも「あ来た!」って分かったんだよね。すごいよねそれ ねそういうオーラがあるんだよ。ありがとうございます。褒められたかけなされたか分からんけど、うん、ねうん、うん、だから今日またね、うん、楽しくいきましょう。そうですね。この10分を振り出しじゃなかった、ね、スタートに、うん、はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。